俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、マジで謎のコラボが2月の14日から来るってなってますんで、今回はそれについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがこちらのコラボレーションの方ですね。なんか、3体コラボっていうのが、まあ来るらしくて、そのまあ画像の方ですね、まず。なんだその3体コラボってっていうね。荒野が新宿に突入っていう。まあいつもバグで突入してますからね、新宿な、特にね。今更ですよ。いつもバグで行ってるじゃんね、新宿。いくらでも行ってるから。うん、まあそんな感じっすよ。一応まあ運営のツイートの方も出していきますけれど、まあこんな感じで出されてますね。はい。コアコード、まあ3体コラボ開催決定と、コアのエージェントたちは新宿でのサバイバルの試練を変えるというふうになってますね。なんかその、中国の作家の人が書いた SF 小説らしいんですよね。はい。まあね、さすがに僕もそんな本読み漁ってるわけじゃないんで、あんまわかんないですね。というかまあ、源流コラボもそうですし、最近なんか、まあ、中国原作の作品のコラボレーション、徐々にまあ増えてきておりますよね。はい。まあ去年もなんか、この年末年始ぐらい、ね、1月2月ぐらいは、まあ中国のコンテンツとのコラボレーションって増えてましたもんね。去年はなんかロケットのコラボレーションしてましたもんね。ロケット打ち上げるみたいな。まあそんな感じのやつとか、あとは北京狂撃員とか、まあ、されてましたけれど、毎年年末年始、まあ、年始の方っていうのは、まあ、そういう中国のコンテンツとコラボレーションするっていう風に決めたんですかね。まあこういうの当局の指導入ってそうだよな。まあその中国のまあ、そういう作品とコラボレーションして、もっとその外に売れっていう風になんか言われてそうな、そんな気はしますよね、正直な話。まあ一応その3体コラボっていうのがまあ、来ているっていう風に、まあ、今回はなる。っていうわけで、まあ、中身の方は今のところ何もわかんないですね。はい。まあ、SF 小説なんで、まあ、そういうね、宇宙的なやつが出るんじゃないですか。なんか画像とかいろいろ見ていっても、まあ、特にね、なんか、あんまいろいろないんですよね。普通になんか、宇宙戦争みたいな、スターウォーズの亜種みたいな感じの、まあ、見た目をしていて、まあ、小説だけね、挿絵もあんまなさそうな小説になってますから、まあ、なんともっていう、漫画にはなってるみたいなんで、漫画ありますけれど、こんな感じであるんですけれど、じゃあ、これでどうなんだっていうね。いや、全くなんか、内容がない。ね、これとかもそうですけれど、ちょっとなんか、わかんない感じの内容っていう風に、まあ、現状はなっているっていう具合ですね。うん。何もわからない要素が、何もわからないからね、キャラもわからんし、まあ、なんともっていう風にはなってるわけなんですけれど、まあ、一応来るっていう風になってますんで、まあ、このタイミングでね、金券のチャージイベントとかも、まあ、来るかもしれないですね。はい。最近なんか、毎月末、金券チャージイベントやってますから、NGP のチャージのイベントと、あとコラボレーション始まった時の、まあ、チャージイベントみたいな、まあ、チャージのイベントがあったら、こっちの方を使っていってですね、まあ、おちおちやっていけばいいのかなっていうふうに、まあ、思いますね。で、わからない作品とコラボレーションするのはいいんですけれど、マジでわからんやつ持ってくるのはやめてくれって感じですよね。はい。ね、えなこさんコラボとかさ、まあ、えなこさん知らないけれど、存在は知ってるわけじゃないですか。シャーマンキングコラボとかも、まあ、見たことないよって人も、まあ、そこそこいいだと思うんですけれど、まあ、それでもまあ、名前は知ってるじゃないですか。いやでもこいつに関しては名前も知らないからね。マジで。そんなことあると思いますけれど、まあ一応来るってなってますんで。はい。まあ、無料分だけ楽しめばいいと思います。わざわざね、ガチャ回す必要はないんで。一応僕回すと思いますけれど、まあこの手のコラボレーションって、まあ案件なんで、10連特典とかなかったりしますもんね。源流コラボのガチャも10連特典なかったんですけれど、まあ今回もそこら辺に関してはあまり期待できないっていう風になってますから、まあまあまあって感じで見とけばいいんじゃないですかね。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね、高級物資ガチャのかけらなんかあるんだと、ありますね、高級勲章のガチャのかけらね。あれ最近全然配ってないですよね。まあ、かけら実装、栄光勲章とかトレーニング勲章のかけら実装した時にですね、一緒に追加されてましたけど、それ以来ですね、まあ、高級勲章のかけらって配ってないですよね。まあ、そもそも高級勲章を配ることってのが減りましたもんね。まあ、配ったところでね、まあ、目立った報酬っていう風にはなり得ないからですね、ダイヤ配った方がいいですから、最近使われていることってのは少ないですよね。はい。で、次ですね、また一回中国コラボ挟んでから大型コラボ来る系かなと。まあそれありそうですよね。源流コラボもまあ先月の同じぐらいの時期に始まってから、ちょっと若干ブースト要素として使われてからの東京リベンジャーズコラボっていう風になってますもんね。同じくまあ3体コラボの方もまあブースト要素として使われてからのまあ2月のまあ本当の末、24スタートなんで、まあ28スタートでまあコラボレーションとか、まあ3月の頭スタートでまあ日本のコラボレーションとか、まあそういうのもありそうかなっていう風にまあ若干思います。まあ、ちょうどまあシーズンが始まるタイミングでコラボレーションも始まるんで、まあ前あったように、まあ、シーズンのテーマとして3体コラボが使われるっていうのは、まあもしかしたらあるかもしれませんね。毎年この時期のテーマで、まあ宇宙とか、まあ、よくわか
絡むテーマっていうのが出ていることがありますんで、まあ、ちょうど宇宙戦争というわけで、まあ、そういう使い方はもしかしたらされるのかもしれないですね。で、次ですね、車両チケット2枚あるんですけれど、どうすればいいですかと。僕も2枚今余っていて、まあ、永遠、最後のね、金の永遠交換するのに3枚必要なんで、まあ、そこに向けて貯めているって具合ですね。あと1枚がたまらないんですよね。まあ、既存の車両が入っているガチャっていうのが、まあ、最近来ることだいぶ減りましたもんね。昔はまあ、期間限定の栄光とかよく出ていたんですけれど、最近はまあ、補給物資のガチャとか、あとコラボレーションとかが多くて、まあ、既存の車両がガチャの中に入らないんで、まあ、なかなか金チケットが生まれないっていう具合になっていて、あと1枚ができないですね。まあ、金車チケットそんな必要ないとは思うんですけれどね。まあ、電動の車もね、交換したら金車チケットマジで、ほぼ使わない存在になると思いますし、まあ、昔よりは金チケの価値って落ちましたよね。まあ、ぼちぼち永遠交換しといてから、まあ、電動のつなぎに使おうかなっていうふうには、まあ、思ってますね。でも運転感はね、自分永遠の方が好きなんですよね。で、次ですね、ツイッターでコアラカに関しての注意喚起がありました。それに関して詳しい解説お願いしますと。まあでも僕がわざわざ言うほど難しい話でもないっていうのがありますし、僕が興味ないっていうのもありますし、毎回そのコアラカの、まあ、発表がされてから、まあ、大体のね、ざっくりとした概要っていうのは動画で解説していると思うんですけれど、まあそこでね、まあこういう動画はダメですよとか、引っかかりますよっていうふうに言っていることを、まあ、中身内包してますんで、まあ別になんかわざわざ今更言う必要ないかなっていうふうに、まあ正直思うんですよね。まあ一部過激な動画を上げている人に対しての注意喚起みたいな。いや普通に考えてさ、ね、お金出してそういうさ、動画キャンペーンみたいなやってるのに、ちょっとなんかね、よくわかんない動画を受賞させるわけないじゃんっていうふうに、わかんないんですかね、普通に考えて。僕の動画でもちょっとグレーゾーン入ってくるのに、そういう動画なんかね、もうバチバチ、まあほぼ黒に近いグレーみたいな、そんな感じの色になるわけで、その計算もできないのみたいな。その感情もできない人は公約行動は多いんですかみたいな。数学勉強しとけみたいな学校で、まあ、そういうの見て思いますよね。ね。まあなんかそういう動画、今回少しだけチェックさせてもらったんですけれど、何が面白いのみたいな。それでじゃあ数字稼いで、そのお金にできるんですかっていう。SNS とか、まあ動画の数字って、まあ、結局お金にできないとこれ意味ないんで、やる意味、極論ないからですね。お金にできない数字はゴミですから。今現状数字を持っていてもお金に変換できていないのであれば、まあそれか変換効率が悪いのであれば、それ無意味ですからね。バイトでもした方がいいんですよ。まあやっぱりお金にできるレベルのものを出せた方が、まあ自分は稼げるし、まあ見ている人からしても、お金を払っていいレベルのものを無料で見れるわけですから。そう考えると、まあお金をですね、まあもらえるコンテンツ、その動画コンテンツによって、まあお金がもらえるっていうことは、イコール見ている側の得でもあるわけで、まあそこら辺がですね、分かってないと、まあ難しいなっていうふうに思いますよね。うん、まあ若いうちなんで失敗はすると思いますけれど、その失敗は若いうちでも分かるんじゃないっていうふうに、まあ見ていて思いますけどね。まあ周りに受け入れられづらいことっていうのは、そういう革命的なことっていうのも受け入れられづらかったりしますね。新しいことを始める人っていうのは、出る杭が打てるみたいな感じで、叩かれることっていうのはありますけれど、自分が出る杭になってしまっているのか、ただの汚物になっているのかっていうね、まあここはですね、自分の中で判断できるようになっとかないと、まあ、非常に難しいかなっていうふうに思うですね。はい。で、次ですね。初めに物資集めてもすぐ殺されたら集めた時間が無駄に感じて、最近は集めずに敵を殺して、そいつの物資でいいじゃんと思うようになりましたと。あ、でも僕もそのタイプですよ。多くの時間を漁るのにかけたくない、そういうタイプですね。うん、ずっと漁るってのはしないです。なんかそれでね、倒されてしまったら、マジで無駄じゃんみたいな。敵のために自分は物資集めとったなっていうふうになるんで、まあアホらしいですから。僕はまあその最低限、その自分がその使えるですね、まあ要点っていうのを抑えていって、その要点さえ抑えれば、あと倒しに行くですね。倒しに行くか、もう家の中で放置してますね。放置して YouTube 見てますよ。そんな感じ。まあ、漁る時間もったいないからね。敵の物資漁って、それで補給するってのは大事だと思いますけど、割となんかバトロはあるあると思いますけどね。そういうのは。はい。で、次ですね。荒野をなかなかやめられないのは、お金を入れすぎたせいなのか何なのか、最近確実に飽きた気がしていますが、なんとなく新しいゲームをするのも面倒に感じてしまいますと。年でしょうか？年です。まあ、僕もね、まあ、昔よりはそういうフットワークって落ちたなっていうふうに自分で感じてますんで、あえて新しいものを触るようにしてますね。まあ、最近でも新しくね、始まったゲーム、いろいろ触ったりとかしてますけれど、まあ、それ大事っすよ、マジで。ね、自分の知らないものを触るっていうね、自分の知っているものの中で行動し始めたら、もうそれはもう老害の入り口やっていうふうに僕思ってるんで、新しいものやっぱダメだな、みたいな。古いものが一番いいや、みたいな。だから最近の若いやつはっていうふうに、まあ、みんななるんで、なんかそれ嫌だなと思うんで、まあ、新しいものを触るようにね、まあ、Twitter とかでも情報収集して、まあ、いろいろしてますね。TikTok にね、年がいもなく動画投稿したりとかしてますけれど、大事っすよ、そういうの。うん。新しいものに触れるっていうのはね。まあ、その辺のね、じいさんが持っている価値観よりも、まあ、質の高いものを持ち続けたいなっていうふうに僕は思ってるんで、まあ、新しいものを、まあ、探して触るようにっていうふうにはしてますね。はい。まあ、それでもまあ、よりとしなみには勝てないなって思う時はあるんですけれど。で、次ですね、ワールドトリガー漫画自体は面白いけれど、パッと見、キャラが華やかで魅力的だと言われればそうではないから微妙かもと。ああ、なるほど。まあ、キャラの掘り下げというか、まあ、キャラ、このキャラが好きっていうの僕ないんで、群像劇として、まあ、ストーリーとして、まあ、漫画が好きだな、みたいな、このアニメ面白いな、と思うことがあっ
ってもこのキャラクターが好きだなっていう風に思うことって僕ないんですよね。まあ、どんなね、まあ、アニメとか、まあ、ドラマとか映画でもそうですけれど、この役者が好きだとかこのキャラクターが好きだとか、まあ、もっと言うとこの芸能人が好きだとか何かを推すことってのが僕ないんですよね。昔からなくて、子供の時とか特にね、周りの子供とかはこのキャラクターが好きとか言うじゃないですか。よく俺は僕は私はみたいな感じで言うと思うんですけれど、僕昔からそれがないんですよね。これが好きみたいなね、なくて、なんでそんな好きになれるんかなっていうのがわかんないんですよ。まあ、なんでなかなかそういうのがね生まれないからこそ、逆にまあワールドトリガーっていうのは楽しめてますね。一つのキャラクターをまあすごい掘り下げることはないんで、フラットな目線でね、いろんなキャラクター見れますから、そういう意味でもキャラクターというかまあ流れ、フラットな状態で流れを見れますから、そういうところがもしかしたら僕は好きなのかもしれないですね。はい。まあ、なんで僕非常に困るのが、好きな女優はみたいな質問ってめちゃくちゃ困るんですよね。なんかみんなその好きな女優がおるみたいな、こういう人がタイプみたいなのが容姿であるみたいなね、そういう体で話すのやめてもらっていいですかと思うんですけれど、いやマジでねいないんですよね。そもそも僕ね、あの容姿マジどうでもいいと思ってるんで、そんな関係ねえだろみたいな思ってますから、いや昔から困る質問なんですよね。好きな芸能人はとか、そもみんな好きな芸能人がおる体で話すのやめてもらっていいですかって感じです。